子供がまだ1歳半だったんですよね。保育園に入れようかなってすごく悩んでた時に、やっぱまだまだあの保育料も高いですし、仕事をすることも正直諦めていたんですけど、で託児所がある職場っていうのでちょうど見つけて見学とかに行かせてもらったんですけど、やっぱ少人数であの子供を見てくれて、まあ、これだったら安心して子供も預けれるなっていうことで、ヤクルトレディーさんになるきっかけになりました。いろんな年齢の子供たちと一緒に楽しく過ごせてるみたいで、日に日にたくさんのことを覚えてきますし、ヤクルトのお仕事をした後に明るい時間に帰ることも多いので、公園に一緒に行ったりとかお散歩に行ったりとか、まあ、そういった子供との時間が一番作れてる、子供にとっても私にとってもいいことかなと思っています。自分が入った頃はやっぱりあのお届けすること、もうあの商品を覚えたりとか、あのお客様にもうお届けすることがもう精一杯で、全然周りも見えてなかったんですけど、まあ、すごくそこがね悩んでたこともあったんですけど、やっぱ1年を通して、まあ、毎週お客様とあのいろんなお話をさせてもらったりとか、お客様のこともたくさん知ることもできましたし、教えてもらったこととか自分がこうお客様と関わって経験したこととかっていうのを、あのまた新人さんとかに伝えたりとか教えてあげることができてきてる、まあ少しずつなんですけどできてきてるかなと思うので、まあ、そういったところが1年間で、まあ、ちょっとずつ成長できているところかなと思っています。今のお客様との信頼関係もしっかりあのつなげていきたいというか大切にしていきたいなと思いますし、分からないっていうことを一つでも減らしていけるように、あのいろんなこと聞いて、もらえるような、また先輩としても頑張っていきたいなと思っています。